秋篠宮さまが林業を通じて自然保護や森林の育成に功績のあった団体などを表彰する式典に出席し、お言葉を述べられました。近年は地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの面から、持続可能な森林管理への社会的要請が一層高まってきております。秋篠宮さまは8日、東京港区で全国林業経営推奨行事の表彰式に出席されました。秋篠宮さまは林業団体の総裁でもあり、パーティーでは受賞者と笑顔で懇談し、おめでとうございますと伝えられていました。お言葉では、台風や豪雨で山林や林業に携わる人にも被害が出ていることを受け、心からのお見舞いを申し上げますと述べられました。